アバターチェンジ。はっ。私は生まれながらの変人らしい。自覚はないが。マイデジ TV をご覧の皆さん、こんにちは。別府ゆきです。1話では登場せず、2話からのスタートだったんですけど、予告でいよいよ出てくるっていうのを、皆さん分かってくださったと思うんですけど、僕も制作発表の時から変人ですっていうのを、口酸っぱくではないですけどずっと言い続けてきたんですけど、皆さんの感想を見て、あ、変人っていうのをもっと言わないといけなかったのかっていうぐらい、やはり、ここまで変わったキャラクターだったとはっていう感想がとても多くて、1話の段階ではかなり桃井太郎が変わっているキャラクターっていうので皆さんの印象は多かったと思うんですけど、2話 の喫茶どんぶらのけのシーン、ほぼそこのシーンで僕は終わったんですけど、あのシーンだけでも塗り替えれてる一番やばいやつは猿原慎一だったっていう感想だったりがとても多くって、そういう意味では少ないシーンで印象を与えるっていうのが2話でも僕の目標でもあったので、そこの一つの目標はクリアかなっていうのと、唯一悔しかったなっていう点があって、3話の予告で僕が声をやったんですけど、私は変人、教授風流人っていうセリフだったんですよ。だけどなんかツイッターのトレンドとかで見てたら狂人って書いてたんですよねでも確かに変人、狂人、風流人って人人人でなんか陰踏んでる感じがあって、そうやって聞こえてしまったとか、あと字幕がそうなってしまったっていうところがあったので、僕も滑舌もっとしっかり頑張らないなと思いました。変人、教授、風流人です、はい、僕の演じる猿原慎一という役は、一番自分はヒーローだっていう意識を持っているキャラクターでもあるんですよ。っていうのも、随所随所に出てくる、これからの話であるんですけど、誰かを助けたり、何気ない日常で誰かに寄り添えるっていうキャラクター、一見なんか干渉しなさそうな、変人だし頭いいしっていうキャラクターなんですけど、それっていうのは結局新一は対人関係を大切にしているキャラクターなのかなっていうのが魅力かなって思います。アバタロー戦隊ドンブラザーズという作品の見どころに関しては、今までに見ない革新的な作品にしようというもとでスタートから立ち上がっている作品でございます。僕たちも最初スタッフの方たちにそう言われて、僕たちの姿を見ていただいて分かる通り、もう個性豊かなバラバラな存在なわけですよ。で、そのバラバラな存在がこれからどう一つになっていくのか、はたまたもしかしたらバラバラで戦っていくのかなど、僕たちもまだ先のことが読めない状況なストーリー展開になってます。で、今回もう一つ楽しんでいただきたいポイントが、今までの戦隊シリーズってヒーローと敵っていう対人関係、この2大巨頭が結構メインで描かれてたと思うんですけど、今回で言ったらヒーロー、敵、ひとつき、鬼、そしてノートというまた敵幹部、この3者がいるわけで、だってノートが1、2話で見ていただいた通り、ノートがひとつき鬼を倒すシーンだってある。で、僕らノートと戦うシーンで、僕らは鬼を倒すっていうこのシーンがあるっていうのもまた一つの魅力かな。ある意味ダークヒーローっていうのも僕は今見ている台本を読んでいる段階で楽しんでいる一部なので、もう皆さんの正義、一人一人あると思うので、皆さんの一人一人の正義を楽しんでいただいて、メッセージとしてはバラバラ、自分に個性がないとか思う方もきっといるとは思うんですよ。僕自身もそうで、昔から、細い、僕ごめんなさい、皮肉とかじゃなくて本当に太れないんですよ。もう僕は本当に体が、肩幅が広く、広いからたまにそういうことを言われないことも多いんですけど、もう体が
て弱々しいっていうのがずっとコンプレックスで、ひたすらいっぱい食べて食べてもなかなか変わらない、これがすごいコンプレックスで、あーダメだなと思ってたんですけど、今回ありがたいことにギャップっていう面で、そこで選ばれたかはわからないですけど、細い人からあんな筋肉マッチョなサルブラザーになるっていう、これは新しい僕は印象というかポジティブに捉えれたんですよ。だから自分が気づいてないマイナスって思う個性とか部分もいつかはどっかでプラスになることもあると思うので、皆さんも何だろう、自分の個性を信じて、自分を信じればきっと何か変わると思うので、うん、そこはこの作品見ていただいて思ったら思ってくれたら嬉しいなと思います。